ちなみに真城先生はなんか欲しいものはないか？ 100 億円なんだよな。でもちょっと待って、俺ちゃんと聞きに来たのに。欲しいものあるぞ。さ、100億円なんてそんな夢がない。はい、夢しかねえよ夢しかないけど、ある意味夢がない。はい、まあ、もうね、俺はな、はい、勇者の剣が欲しいぞ。ありがとう、ちゃんとしたの出してくれるじゃん。勇者の剣ね。かっこいいだろ、勇者の剣って。勇者の剣、めっちゃいいやん。やっぱ天才だ、救急隊。本当に本当に素晴らしい。ありがとう。やっぱみんな憧れるからな、勇者の剣ね。いいな、うん。いや、ちょっとアンケートを取ってまして。あとガンダムも頼む。いや、無理だよちなみに今アンケートを取ってるんだよ。この街に手で持てるものみたいな、身につけられるものみたいなので、欲しいものをみんなに聞いてるんだ。そんな条件聞いてないぞ。いや、でもその聞いてなくても勇者の剣を出してくれたあなたは素晴らしい人なんじゃないか。まあな。いや、あの、お願いします。結構ちゃんと聞いてて、あの、市長に相談したんですよ。僕割とクラフトが好きで、クラフトを日々やってるんですけど、結構カンストしてきてしまって、もうやることが全然聞いてないタイプのやつやめて。話す気どんどん失せるから聞いてるよ。うん、なるほどね。はいはいはい。あで、どうなんだい。どうなんだい。全然聞いてないじゃないか。全然聞いてないじゃないか。だから、その手に持てるみたいなやつで、その欲しいものてか案が欲しいなみたいな、もう実際あるかどうか分かんないけど、こういうのあったらいいなっていうのをとりあえずメモとしてまとめてて、今出てるのだと、まあなんかスケボーしか乗り物ないから、まあローラースケートとか。エアトレックが欲しい。エアトリックってなんだ。ローラースケートのすごいバージョンで、ローラースケートでなんか空を飛んだり、炎を出したり、なんかこう嵐を起こしたり、なんか刃を作ったり、真空波を出したりする。絶対無理だ。もう何を言ってんだ、やめろ。一緒に来てくれ。分かった、行きます。見た目も反映されるってこと。見た目も反映されるってか、まあそれあればって感じですね。一応探してみるみたいな、その M の L の O で探してみてみたいな、そういう感じにはなってて、まあ、そういうのはやっぱクラフトでなんか作れたらいいなみたいなので、いろいろ今アンケートを取ってると言いますか。コスプレイヤーに聞いたら結構情報出るかもな。なるほど。まあでも見た目の具現化ができればコスプレの幅広がるから、はい、それはそうや。一躍話になんねえ。アンケート、アンケートを取って。ロスランドで出すものってこと。ロスランドは全然関係ないんだけど、その街のクラフトとしてなんか出せるものがあったらみたいな。ぬいぐるみ。あー、ぬいぐるみめっちゃいい。それはモテるぬいぐるみか。うん、やっぱそうか。めっちゃいいじゃん。メモしときます。浮き輪いいな。浮き輪ってもうあるんだっけ。いや、あるけど見えないと思う。なるほどね。浮き輪で浮けるじゃなくて、もう見えない。エモートじゃなくて浮き輪だったら暑いな。浮き輪かいとこ。でもこの季節、いや、それはそう、使わないから優先度低いと思う。そうね、10月に浮き輪えぐいな。傘とかじゃない、雪降ってたらさ。そうね、傘は確かに。シャボン玉、うちはステッキ、フラッシュライト、日傘はん、ユニコーンバットの別物、ローラースケート、ハリセン、ピコピコハンマーとか、札束飛ばし、勇者の剣。ミニカルバッグめっちゃ来たの。ハリセンも言った今。ハリセン。おー。あとピコピコハンマー、なんか音鳴ったら可愛いなみたいな。うんうん。意見出してくれたのはそんな感じ。エアトリックだけマジで分かんないけど。エアトリック？はい。プラトニック。真城先生が言ってくれた。エアギア的な？そうだね。うじエアギア。あ、エアトリックこれか。ホッピングいいじゃん。てか、ホッピングかわいいやん。ホッピングあるのかな。これ探すところからね、始めないといけなくはあるけど。じゃあ頼むぞ。空のレガリアを作ってくれ。なんだそれは。ローラースケートで空を飛んだりするんだ。うえ、風を掴んで風に乗るんだ。いいね、すごいな、パンちゃん。そんなに権力をいつの間に。ちょっと相談しに行きましたね、市長に。やるな。いや、クラフトしすぎてね、ちょっともうあげるものが、楽しみが徐々に失われていっていたので、増やせたらいいなって。まあでも新規住民が触れないとなると、ちょっと苦しいところはあるよね。そのクラフト上限を上げて、それをマックスにした人が作れるものみたいにした場合、その使えるようになるまでどれだけの時間がかかるんだみたいな、それとモチベーションとの差みたいな。うん、段階踏めばいいんじゃない。段階踏めば OK だと思います。ぬいぐるみ系は、うん、ちょっと使
作るの難しくて、傘とかは結構簡単めに作れるみたいな。なるほどね、うん、確かに今2万で全部作れるからね。うん、花火とかは5万とか。2万だったらでも言うてすぐじゃない？そうそう、まあ、すぐではある。1日2800ぐらい上がるからね。でもみんながみんなゴジゴジでやってるかって言うわけじゃないから。あ、でもそしたらもう最悪、そのどうしても欲しいって場合は、その刀の時みたいにお金でまあ買ってもらえばいいのか。うん、まあじゃあ別にそこまで気にしなくてもいいか。確かにな、5000ずつぐらいになんかあったらいいな。うん、今はなんだろう、蘇生キットのやつって2万で終わりですもんね。2万まで、うん、花火とかはでも5万とか10万で結構すごいのあるんだよな。10万、それ目標で頑張ってた人いたしね。うん、5万の花火、多分ゼロで作れる花火より稼働時間が5分ぐらい長いんだっけな。花火って打ち上がってる時間が3分なんだけど、打ち上げ花火。うんうん、5万で作るメガ花火だと確か8分らしい。え、すごっ。それを多分夏祭りで使ってたんだよね。うんうん、それを目指して作るみたいな。でも2万の次5万とかだと、もう10日間ゴジゴジのクラフトやんなきゃいけないだとちょっとしんどいから、まあ7500。いや、我々は起きてる側だけどさ、そんな急ぐ人いるのかな。急いだったらだって結局作った意味なくなるっていうか、またまあそうか、消費も早いからまたなっちゃうから。確かに次欲しいものが増えるか、むしろ遠い方がゆっくりやろうかなってなるんじゃない。でも遠すぎちゃダメだぞ。そうっすよね、うん、一般的なポイントでのその時間みたいなのどうなんだろう。1日1500使えるとして、まあめっちゃいいやつの中間地点にちゃんとちょっといいやつ置いてけんじゃない。うんうんうん、だから散らばせれるのが一番いいんじゃない。うんうんうん、1万ずつぐらいにあって、1万おきにあって10アイテムぐらいあったらいい、楽しいよな。まあ理想はそうじゃないかな、うん、新しいテーブルか今のテーブルに組み込むか難しいよね。ホースバットとかはやっぱ武器だから、手持ちに持てるものはやっぱ武器のクラフトのところになるんかな。もう犯罪を増やしたいわけでもないしな。今テーブルがあるやつはめっちゃ高いの足して、うん、新しいテーブル作るんだったら等間隔に置くでも別にいいんじゃない。そうだね、それ書いとこう。ヒプーちゃんが言ったようにね、一番上のやつはデカがまあ作れるから買うっていう方がね、うん、今までクラフトしてきた人が報われるでしょ。そうですね、でもそれだとちょっとなんかいいなっていうだけで終わっちゃうから、うん、みんなゼロから始まるテーブルがもう一個追加されたらみんなね、そうね、納得感は高いんじゃないかな。新しいテーブルを作るなら等間隔で配置、既存のテーブルの場合は最大値を上げてそこに配置、両方できるならね。うんうんうん、既存しか無理だったらまあ中間とかね、点々と足す必要あると思うけど。なるほどね、いやいいなと。今までやってた人も報われる、勝つみたいな、どっちもがいいよね。なんか事件起きたな、これ絶対に。おい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 、どうした、大丈夫か。ロスランド襲撃。え、やめてくれ。確かに新しいクラフトテーブルで、かつ全部おもちゃしか作れなくして、メタスクとかも使って、白市民も集めつつ、白市民でもメタスクの使い方がかつできて、ラバーコッパーアルミガラスチールアイアン、今まで使ってなかったもので作れるようにすれば素材も売れるし、ありだな。あ、それめちゃくちゃいいやん。新しいテーブルでレベル上げできるのもいいな。みんなハッピーだな。お金を稼ぎにリサ戦に行こうじゃなくて、ハンマー作りたいからリサ戦に行こうに変わるか。あー、まあありじゃない、めっちゃいいんじゃない。既存のテーブルで、しかもレベル上げ中になんか面白いものも考えられそうだな、それだったら。うわ、いいな。でも俺的にはね、そのそれぞれのテーブルの15万のところに、あのパーツ A、パーツ B、パーツ C みたいなのがあって、全部を手に入れて、あの師匠に渡すと、あのクラフトカンスト社しか手に入らない限定の車と交換できる。そのクラフトで車が作れるっていうのはおかしいから、そのスタンプラリー的な立ち位置での、あの新しい販売の形っていうのもめちゃめちゃいいと思うんだよな。そう、エグゾリアみたいにね、そういうのでも全然悪くはないと思うんだよな。いや、いいな。いや、でもすごいな、プーちゃん、あんなに早い段階で救急隊になったのに、すげえ街に長くいようとするっていうか、
いなきゃいけないその早く行き急がないっていうのをこの提示してくれるのすごいわ。だから休憩でよかったんか。すごいな、街を長く見れてる。ふーちゃんすごいわ。え、もう当たったん？